もゆうやです。というわけでですね、今回はニキビシミ乾燥にお悩みの方必見おすすめ美容液をご紹介いたします。でですね、皆さんやっぱりニキビシミにはビタミン C 誘導体じゃないですか。なんでかっていうと皮脂の分泌を抑えてくれてメラニン生成を抑制、そして単色化してくれるから。だからビタミン C 誘導体のコスメを愛用してる方も多いと思う。ただこれから冬になりますよね。そうすると肌はどうなりますか？乾燥しますよね。ビタミン C 誘導体は皮脂を抑えるというメリットがある反面、デメリットとして乾燥しやすくなるんです。ここがビタミン C 誘導体を愛用している人の悩みの種だと思うんですよ。でもビタミン C 誘導体の恩恵も受けつつデメリットである乾燥も緩和してくれるコスメがあったらめちゃくちゃ嬉しいですよね。というわけでおすすめしたいのがこちら、 VC リッチセラム。今なら初回税込み990円。ただこの商品だけの紹介をしちゃうとジャパネットゆうやになるので、最初にみんな悩んでるニキビシミ乾燥がなぜ起こるのかという説明をして、その上で VC リッチセラムがどう効果的なのかという説明をしていきます。最後にお得なキャンペーンの説明もしますね。さらに詳しいキャンペーン情報は説明欄に URL がありますのでご覧ください。では最初にニキビシミ乾燥がなぜ起こるのかという説明をしていきます。まずニキビ、このニキビはね、おそらく僕のチャンネルをご覧になられている皆様はもうわかると思うんですよ。ただ初めて見る方もいるかもしれないので説明いたします。ではニキビって何が原因でなるかっていうと、これは古い老廃物と皮脂っていうものが混ざり合って毛穴を詰まらせます。で、毛穴が詰まると中の方でアクネ菌が増殖するんですね。で、このアクネ菌が増殖すると炎症を起こしちゃってニキビになっちゃうんですよ。だから皆さんよくさ、ニキビっていうとアクネ菌っていうイメージがあるじゃないですか。ただこのアクネ菌はもちろん原因菌なんですけれども、その前の段階で取っかかりを作っちゃうのが皮脂なんですよね。そう、皮脂の過剰分泌なんです。そして皮脂の過剰分泌がすごく多い時期といえば、そう、思春期ですね。どうしても成長期だったり思春期の時って男性ホルモンが優位になりやすくて、どんどんですね、皮脂の分泌が過剰になっちゃうっていうことが言われてます。なのでその思春期を経験してると皮脂が多いとどうしてもニキビになっちゃうっていうのは納得がいくかなと思います。つまり原因が皮脂の過剰分泌なんであれば、この皮脂のことを抑えてあげればニキビにはなりにくくなるということが言えると思います。次にシミですね。で、このシミに関しては、まあ、ニキビ跡のようなちっちゃなシミから老人性色素斑のようなガツッとしたね大きなシミまで、まあ、幅広くあると思います。だから総称としては色素沈着っていうことになると思うんですけれども、じゃあこの色素沈着の原因は何か。これはもう皆様ご存知の通りメラニン色素です。はい、メラニン色素っていうものが過剰に分泌されることによって、でそれによって排出されなかったメラニン色素が肌の中に溜まってシミになっていくんですね。で、このメラニン色素は厄介な性質があって、集合性っていうものがあるんですよ。だからもともとメラニン色素がある場所に集まりやすいんですね。その結果シミがどんどん濃くなっていったりとか、あるいはターンオーバーがされてるにもかかわらずシミが薄くならなかったりとかするんですよ。で、このメラニン色素が出てくる理由って様々なんですよね。ただ大きな枠組みで言うと、肌に対する刺激がメラニン色素を活発にね生み出します。一番メジャーなのは紫外線ですよね。皆さん夏の時期、まあ、日焼け止め塗ると思うんですよ。で、なんで塗るかっていうと、これは日焼けするから。で、日焼けするとどうなるかっていうと、メラニン色素がバンバン出てきて真っ黒になるじゃん、あるいは赤くなるよね。これがいわゆるこうメジャーなメラニン色素が出てくる原因になってるんですね。あとは摩擦による刺激なんかもそうです。例えばこうやって擦ったりとかする、これだけでも刺激になってメラニン色素は出てくるっていう風に言われてます。それからマイナーなところで言うと、化粧品の成分、これによって実はですね、僕らが反応して刺激となって、それによってメラニン色素も出してしまうっていうことも言われてると。だから結構様々なんですけれども、共通してるのは肌に対して刺激を与えると出てくるっていうことなんですね。じゃあこのシミに対して効果的なことって何かっていうと、そもそものメラニンの生成を抑えてあげる、抑制してあげるっていうことと、すでにあるメラニンに関して単色化してあげるっていうことが効果的な方法になってくるんですね。最後に乾燥、この乾燥に関しては本当ね、様々な原因があるんですよ。で、これ全て話してると動画1本分ぐらいのボリュームになると思うので割愛しますが、まあ、大きくくくると肌のバリア機能の低下が原因になってます。そして肌の乾燥と深い関わりを持つのがセラミド。このセラミドは僕の動画をいつもご覧になられている方はもう本当聞き飽きたと思うんですよね。なんでかっていうと、僕がやっぱり化粧品のね、あの大事な成分としてあげるとしたらって言われたら、やっぱセラミドをあげるからです。で、このセラミドって何かっていうと、これがですね、細胞間脂質と呼ばれるものですね。で、この細胞間脂質が肌の水分量を左右するというふうに言われてます。そしてセラミドは実は洗いすぎだったり加齢で簡単に流れ出てしまうんですね。つまり何もしなかったらどんどん流出していって、どんどん乾燥していくんですよ。だからセラミドを保てれば乾燥しにくくなるということが言えます。
次に VC リッチセラムがどう効果的なのかという話をしていきます。これはすごくざっくり説明すると、先ほど説明したニキビシミ乾燥に効果的だから。じゃあどう効果的なのかっていう話なんですけれども、その秘密は3つの成分にあります。まず1つ目、新型ビタミン C 誘導体 GOVC。 なんかすごいかっこいいよね。これはニキビ跡の赤みや、いわゆる色素沈着、それから毛穴の引き締めなどにも効果が期待できるというふうに言われてます。また皆さん、アルブチンという成分をご存知ですか？アルブチンっていうのは美白成分なんですけれども、これも超えて、なおかつ少量でもハイドロキノンに迫ると言われるすごい成分なんです。でハイドロキノンって言えば、皆さんご存知の通り肌の漂白剤とも呼ばれるめっちゃすごい美白成分なんですよ。ただしすごくて効果がある反面、すごくリスキーな成分でもあるんですね。そのハイドロキノンにも迫るすごい成分、ただしかなりマイルドなんですね。つまり刺激が少ないんですよ。なんでかっていうと、水と油の両方の性質を持ってるから。成分には水溶性と油溶性というものがあります。簡単に説明すると、水溶性っていうものは水に溶けやすいので効果がすぐ分かりやすい、即効性があるんですね。ただその反面、刺激も強いんですよ。一方油溶性は油に溶けやすくて、僕らの肌って皮を張ってるじゃないですか、皮脂膜を張ってますよね。だからこの皮脂膜と油っていうものが馴染みやすくて、要するに肌馴染みがいいっていう風に言われるんですね。そしてこの両方の性質を持ってるんですよ。だから効果は実感しやすいし、なおかつゆっくりじっくり浸透していくんですよ。そしてビタミン C は不安定ということで有名ですが、このビタミン C 誘導体はとても安定性が高いということが言われてます。だからめちゃくちゃいい。これが一つ目の成分。次に2つ目の成分、超持続型のビタミン C 誘導体 VCIP。 こいつもめちゃめちゃすごい。これはどういった成分かっていうと、従来のビタミン C に比べて約30倍の浸透性を持ってると。そして約48時間にわたり皮膚内でビタミン C として作用する成分ということが言われてます。だからめっちゃいいよね。約30倍の浸透性と、なおかつ48時間の持続。ただ約48時間ビタミン C として作用するって言われてもピンとこないと思うんですよ。だから例えばね、皆さん普通に職場とか行くじゃないですか。で仕事しますよね。あるいは学校に行って勉強しますと、その間もずっとビタミン C として作用してくれてるっていうことですよ。これってすごくないですか？しかもこの VCIP は有用性で、ゆっくりじっくり浸透するんですよ。そして刺激もほとんどないです。実際僕もインナードライで、要するに皮脂はめっちゃ多いんだけれども中は乾燥してる、だから結構敏感肌っぽい性質があるんですけれども、こんな僕でも使ってもほんとね、全然刺激がないの。これはびっくり。しかもしっとりするんだよね。だから乾燥肌の方でもいけるし、敏感肌の方でもいけるっていうことなんですよ。これが2つ目の成分。最後の3つ目、ナイアシンアミド。これはですね、ビタミン B3 です。でおそらくこのナイアシンアミドは知ってる方の方が多いんじゃないかなと思う。なんでかっていうと、今世界中で大注目の成分だからですね。でなんで大注目かっていうのは、説明を聞いておけばわかります。まず1つ目、セラミドの生成を促進してくれる。これは先ほど肌の乾燥のところでもお伝えしましたが、肌バリア機能を強化することが大事なんですよ。でこの肌バリア機能を強化するためには水分量が大事っていう話をしましたよね。でこの水分量を左右するのが何かっていうと、細胞間脂質であるセラミドなんですよ。つまりこのセラミドの生成を促進してあげることで、乾燥しやすい肌でもなるべくですね、水分量を保ったまんま、プルプルの肌にすることができるんですね。これはかなり画期的な作用で、僕が一番推したい作用の一つでもあります。次に2つ目、コラーゲンの生成を促す。これですね、はい、これねめちゃめちゃ大事なんですよ。なんでかっていうと、コラーゲンって僕らの肌の弾力繊維なんですね。つまりこの弾力繊維がなくなってきてしまうと、どうしてもたるんできちゃうんですよ。でたるんだ結果どうなるかっていうと、もちろんね見た感じも悪いし、なおかつたるんだ先がさ、どうしても皮膚がさ、なんていうのかな、折りたたまれた感じになっちゃって、シワみたいな感じになるじゃん。だからやっぱりね、老け顔になりやすくなってくるんですよ。そうならないためにコラーゲンの生成を促してくれる効果がある。それから3つ目、メラニンの生成を抑える。これはちょっと意外なんですけれども、実はですね、ナイアシンアミドにもメラニンの生成を抑える作用があることが分かってるんですね。だから結局そのメラニンの生成を抑えてあげることによって、メラニンが出てきにくくなるんですよ。その結果シミを予防することができるんですね。だからこの2つの高機能なビタミン C 誘導体とナイアシンアミドの力によって、先ほど言ったニキビ、シミ、乾燥、こういったもの全てに効果を示してくれるんですね。なおかつ先ほど言ったように、コラーゲンの生成を促すことによってシワにも効果的。そしてもう一つね、僕がこれをおすすめしたい理由があるんですよ。でそれ何かっていうと、これさ、美容液なんですよ。で皆さんご存知の通り、美容液ってさ、どういう時につけるかっていうと、例えば化粧水とか乳液とかさ、あるいは化粧水とか、その後につけてあげるものじゃない、つまり今あるコスメにプラスして使うことができるものなんですよ。
これってすごいメリットだと思ってて、結局ね、その化粧水だったり乳液をバッて変えるって結構勇気いるじゃん。なんでかっていうと、今まで使ってたやつと違うやつを使っちゃうと合わない可能性もめちゃめちゃあるからなんですけれども、美容液だと今までのスキンケアは変えずにその間に使ってあげればいいだけだから、結局合わなかったら合わなかったですぐやめれるし、めっちゃ効果があったら使い続けやすいんですよね。でしかも説明した通りかなり刺激性が低いんですね。だから誰でも安心して使えると思うんですよ。でなおかつビタミン C 誘導体を使ってしまうと乾燥してしまうっていう方でも、結局有用性のビタミン C 誘導体も入ってるし、あとはナイアシンアミドの力でセラミドも補給してあげてね。でそれによって結局乾燥も感じずに使うことができると。つまり冒頭で言ったようにビタミン C 誘導体の恩恵も受けながら乾燥も緩和することができるコスメなんですよ。だから僕はねこれめちゃめちゃ推したいです。使用感もかなり気持ちいい。それから最後にお得なキャンペーンについて話していきます。でこれね話していくんですけれども、どれも詳しくは説明欄一番上にある URL を見てほしいんですよね。なんでかっていうと、一番詳しいのはやっぱりそっちのサイトの方だから。うん。僕の方ではこれは押せるっていうところをご紹介していきますので、ぜひね詳しくは見てみてください。まず一つ目、なんといっても初回の価格がマジで安い。これは冒頭でもお伝えしたんですが 87% オフで税込み990円です。はい、めちゃめちゃ安くない？うん。しかもお試しサイズとかじゃないんですよ。普通にこれです。はい、これが1本そのまんま丸々届きますので、めちゃめちゃ安いと思う。すごい試しやすいよね。そして次にリピーターの方にもめちゃめちゃ優しくなってます。どういうことかっていうと、2回目以降はずっと 20% オフ。やったね。これね、おそらく使ってみるとマジで気に入ると思うんだよね。だから使い続けたいと思うと思うの。ただその時にさ、初回はめちゃめちゃ安かった、でも次からは普通の値段ですって言われるとさ、なんかって思っちゃうじゃん。でもここはさすがね、あのキャシーズチョイスさん、もうこれねずっと 20% オフらしいです。めっちゃ太っ腹っすね。さらにこれだけじゃありません。何かっていうと、実はこのちっちゃいね CMAX ローション、これの、お試しサイズ 15mm も無料でプレゼントです。で僕さ、この VC リッチセラムに関しては初めてご紹介紹介してるんですけれども、その前からさ、この CMAX ローションは話してるじゃない、こちら。うん。CMAX ローションって言われて何かなって思った方も、このフォルムを見るとさ、思い出すと思うんですよ。これの、無料サンプル版がついてくるっていうことなんですね。だからこの CMAX ローションが気になってたっていう方も、まあね、あの化粧水を変えるってやっぱりさっきも言った通り少しだけハードルがあるから、でも買いにくいなって思ってた方、ただ気になってた方、うん、そういった方はこの美容液なら試しやすいからさ、とりあえずこれ試すついでにこれもね無料でもらっといて、で一回試してみると、まあ良さがわかると思います。4つ目、いつでも変更休止解約 OK。ただその場合は次回発送予定日の7日前までに連絡することが必要。また試しにこの VC リッチセラムを使って、で2回目以降、だから2回目を受け取る前にやっぱりもうやめようかなって思った方、その方ももちろん解約はできるんですけれども、ただその解約するときに返送しないといけないんですね、商品を。でこれなんでかっていうと、これね、あのみんなは絶対そんなことしないと思うの、思うんだけれども、世の中には悪い人もいてですね、あの転売する方がいるんですよ。つまり初回料金で買って、で使わないで、で2回目の受け取りは拒否して、でそれを転売しちゃうっていうね、そういったことを防ぐために、2回目を受け取る前の解約は、これはですね商品の返送が必要になってくるので、あらかじめご了承ください。また2回目お受け取り前の解約は、ご注文日より20日以内の連絡が必要なんですね。ただこの辺はここでペラペラ言っててもちょっとわけわかんないと思うので、ぜひね説明欄からリンクを見てみてください。そこに詳しく書いてあります。そして最後に、ずっと送料無料です。はい、この送料無料は地味に嬉しい。なんでかっていうと、塵も積もればなんとやらって言うでしょ。うん、やっぱりねちょっとずつでもこう積み重なっていくと、すごくね大きな料金とかになってしまったりするんですけれども、こうやってね送料無料っていう配慮があるおかげで、ちょっとしたこう積み重ねっていうものがなくなって、だから、何の心配もなく商品を使うことができるんですよね。というわけで、ひとまず僕からお伝えしたいキャンペーン5つご紹介いたしました。あとね、詳しくは本当にね、サイトを見てみてください。やっぱりねサイトの中ではもっと詳しく製品の説明だったり、あとはですねもっと詳しくいいことが書いてあります。でこれね最後に、今まで言うの忘れてたんですけれども、ノンコメトジェニックです。だからニキビになりにくい処方で作られてるので、例えばニキビでめちゃめちゃ悩んでる方とかにも本当におすすめです。でしかも、先ほど言ったように、まあ今までのスキンケアルーティンは変えないでプラスするだけで使うことができる、そして効果が発揮できるので、ぜひね何かしらの悩みを持ってる方は使ってみてください。というわけで今回もありがとうございました。そんじゃまたな。